こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日も喋りたいと思います。今日はね、ちょっと時事ネタというか、ちょっと難しいネタをね、喋りたいなと思います。まあ賛否両論あるかもしれませんが、まあそういう時はね、まあ、コメントなどに書いていただくか、まあ直接、メッセージをくれたらいいかなと思うんですけれども、まあ何の話についてね、喋ろうかというとね、昨今ね、うるさく言われてますポリコレ、ポリコレとね言われてます。ポリティカルコレクトネスって言ってね、政治的な妥当性とかね、政治的な正しさとか、まあそういった、日本語よく訳をされる、言葉なんですけれども、まあポリコレというね、ちょっと俺から見たら、悪い状況になってるんじゃないかと、思いますのでね、そういったところをね、ちょっと警鐘を鳴らそうかなと、思っております。まあ、ポリコレと言われてね、まあよく、出てくるのがね、まあ大体ポリコレ、ポリコレでって騒ぐのはね、まあ左翼の人なんですけども、まあ左翼がダメとか言うわけではないんですけどもね、大体そういう人たちがね、騒ぐんですけども、まあよく言われるのが、まあ男女差別とかね、あと LGBTQ ってやつですね。まあそれについてね、あれこれと、ポリコレポリコレということでね、言われます。まあ看護婦さんがね、まあ看護師さんになったりとか、まあそういった言葉の変化もありますしね、男女平等ということでね、言ったりとか、あとはあのオリンピックでね、いろいろ物議を醸してましたが、まあちょっと詳細はわかりませんが、まあ一応男性の遺伝子を持つ、ボクシングの選手が、優勝したというところでね、金メダル取ったというところで、いろいろと言われております。まあその一つ一つのね、細かい、話にね、ああだこうだという、つもりはないんですけれども、まあちょっとね、その男女差別であるとかね、その LGBTQ ね、このあたりでね、ちょっと、騒ぎするのは問題なんじゃないかなと、思っております。やっぱりね、この民主主義って言ってね、選挙で選ばれた、国会議員を選んで、その人が代表でやるという、まあそういう政治手法を取ってる、日本、まあはっきり言って民主主義っていうのは、基本的には多数決です。まあ、くれぐれも言っておきますが、多数決なんでね、少数の意見を聞かないようにということではなくですね、憲法にも書いてますけども、公共の福祉に基づいて、法律は、ないといけないと、それに基づかないといけないという、根本的な考え方があると思います。まあ、分かりやすい例で言うとね、まあ、50人いました。まあ学校ね、昔の学校でした。50人ぐらいいましたけども、50人、いました、ね。何かを決めるときにね、一人だけ大反対をしました。でも結局ね、49対1でね、その49人が、支持をした意見が、まあ大体通ります。まあ通るんですけれども、まあその、一人のね、意見を、とか、主張をね、組んで、若干反映させてあげるっていうのはね、それは今までもね、皆さん、やってると思いますし、まあ、それはあるべき姿だと思うんですけども、ただね、公共の福祉ですから、49人がそれをね、望んでいるにもかかわらず、残りの一人がね、大声で騒ぎまくって、わめき散らして言うこと聞かずに暴れ出してってなると、もうしゃあないなっていうことでね、その人の意見を聞いてしまうとね、その民主主義の根本的な考え方がね、ずれてしまうんじゃないかと思います。公共の福祉に反することもね、騒ぐやつ、大声を出すやつ、暴れるやつがいたらね、通ってしまうというね、そういうちょっとおかしな状況になってしまうと思うので、まず民主主義という観点からでもね、そういった、やっぱり大多数が望むこと、大多数の、利益になることを優先されるっていうのは、まあ、ある程度仕方ないと思います。まあ、何回も言いますが、だからといってね、少数の意見を無視してはいけない、無視してもいいということではないです。ないですけれども、それをね、第一に考えないといけないのかなと思います。
まあ男女差別とかね、まあそういった LGBTQ の話で言いますとね、ちょっと前に騒がれました、東京の方でね、男女のね、トイレ、区別をなくすということで、男子も女子も同じところに、トイレ、行くっていうことになるとね、女性がね、怖くて、そのトイレを使えないということがありますよね。ってなると、一部の、LGBTQ の、人が、そのトイレを使いたいという、主張したことに対してね、ほとんどの、女性のね、人が使えないという公共の福祉に反してしまうっていう、そんな状況になってしまうわけですよね。まあ、結局そのトイレはね、廃止されましたけど、それは当然です。当たり前です。普通に考えて当たり前です。ただそれをね、声高にね、そのトイレに、その誰でも使えるトイレにするべきだって。女性が怖がろうが何しようが、そんなことは関係ない。ごく一部の、LGBTQ の人のために、そのトイレをやるんだとかいうね、そういう発想は、おかしいと思います。もちろん配慮はね、されるべきですから、だからまあね、大体トイレって言ったらね、男子と女子とその間にね、まあ、新車用のトイレであるとか、まあ、多目的トイレというね、言い方しますよね。それありますから、それを使ってもらったらいいんじゃないでしょうかっていう話ですよね。そうしないと公共の福祉に反してしまいますから、まあ、本当にね、そういう、観点からね、そのポリコレポリコレとかね、差別差別とかね、いう人、大体偏ったね、頭の偏った机上の空論をね、振りかざしているような人が多いなっていうのが、俺の感想です。俺の感想ですからね。まあ、そういう、話なんですけども。まあ、他にもね、人種差別、言われますよね。まあ、オリンピックでもね、どうしてもアジア人に不利な、判定が出るとか、まあ、いつものようにあります。アジア人が強い競技はね、大体、ヨーロッパでね、ルールを改正して、次の年から、ヨーロッパ勢が強くなるような、そんな、ルールに変えられてしまったりとかね、いうこともあります。まあそれは根本的にね、やっぱり有色人種をね、差別してる白人の人が多いという、そういうことが現実としてあると思います。まあそう考えるとね、日本はね、すごい差別は少ないと思います。本当にね。別に外人さんだからといってね、シータ業とかそんな発想になる人はね、日本人はあまりいません。まあ、ゼロとは言いません。一部の人はいます。でもね、そんな、海外に比べてね、そんな野蛮なことを日本人しませんから、まあ、基本的にはね、人種差別ね、してないと思うんですけれどもね、またポリコレを振りかざしてね、わーわー騒ぐ、頭のおかしい人がね、いるんですけれども、まあ、クルド人問題ですよね。クルド人の難民申請して、まあ、実際難民じゃないんですけどね。まあ、そういった、人たちを守れ守れとか言いますけど、でも申し訳ないんですけども、難民認定されないということはね、客観的に見て、違うということですね。ですから、それは国に帰ってもらうしかないと思います。しかもね、不法滞在してる、不法滞在してる、外国人を守れとかいうね、馬鹿げたことを言う人いますけれども、不法滞在、違法滞在、要するに犯罪者です。法律を守らない人は犯罪者と言います。犯罪者、犯罪者として、日本に違法に滞在してる、外国人を国に送り返すのはそれは当然だと思います。だからきちんとした手続きを取ってね、きちんと滞在すればね、何も問題ないんですけれども、なぜかね、左翼の頭のおかしい人たちはそこをすっ飛ばしてね、法を無視してるっていうところね、基本的に左翼の人は法律を守らないですからね、まあそもそもが革命でね、暴力的に世界をひっくり返すという思想でね、始まってるのが左翼ですから、まあ基本的には既存の法律を守らないという、そういう大前提があるんですけどね。だから、そういうね、おかしな人種問題、人種差別問題っていうのにね、すり替えられていくのがね、非常に嘆かわしいですよね。まあ、違法滞在者はね、犯罪者ですから、送り返して当然です。それを言われたくないんであれば、きちんと、正式な手続きを取ってください。で、取れる、資格がない人は、違法なので、退去してください。まあ、それだけのことですよね。簡単なことです。まあ、それを厳密にしないとね、本当に日本が、
犯罪者だらけになってしまいますからね、それは大変なことになります。あとまあ、ちょっと話はねずれるかもしれませんが、中国籍韓国籍の人でね、日本人の通名のね名乗ってる人いるんですけども、それもね新聞とかね左翼の人たちはね必ず通名を使おうとするんですけども、なんでなんでしょうね。日本人は全部ね本名を名乗ってますし、例えば芸能人がね犯罪を犯したらね本名出ますよね。なんとこなんとかなんとかことなんとかって言ってね必ず本名出ますよね。なのになんでね、通名を使ってる中国人は、中国語の、本名が出ないのか、韓国籍のね通名を使ってる人は、韓国、名が出ないのか、一見するとね日本人が犯罪を犯してるようにね、そう錯覚しますからね、通名日本人でしたらね。だから中国人が犯罪を犯した、韓国人が犯罪を犯したっていうのはね、きちんと正しく、報道するべきなんですけどもね、まあ報道関係者ちょっと頭のおかしい左翼の人が多いですから、まあそういうことがね、なかなか、正しい報道がされてないとねありますよね。まあ本当にね、そういうね、ポリコレポリコレを振りかざしてね、だいたいおかしなことをね、言っている人が、最近増えたんじゃないかなと思ってね、本当にね嘆かしいなと思います。外国人ね、国民健康保険ね、写真がないのはいいことにね、国民健康保険保険証、使い回してますよね。それを防ぐために写真入れのマイナンバーカードに統合するっていう、そしたら写真があるんでね、あなた違いますよ、使えませんよっていうのはね、それは正しいことだと思うんですよ。やっぱり、加入もせずお金も払わず、違法に滞在している外国人になぜ日本人がね、預けた、お金を、使わないといけないのかっていう、それはおかしな話ですよね。国もおかしなことしてます。奨学金もそうです。日本のね学生70億ぐらいしかね奨学金の予算つけてないのに、外国人に180億もね、その、奨学金の枠を設けてるとかね、頭おかしいんちゃうかなと思いますよね。まあこれちょっとポリコレとはずれますけれども、今の話はね政府批判になりますけども、逆やったら分かりますよ。日本人がね180億の予算がついて、まあ、外国人の留学生にっていうのでね、まあそれ70億80億なのか、まあ、20億30億なのか、まあ、額の違いをねしっかり検討してもらったらいいと思いますけども、まず日本人でしょうね。奨学金というね、借金を背負って、学生がね社会人になった途端ねもう何百万の借金を背負ってるっていう、そういう現実があるわけですから、それだったら外国人にね出してる奨学金をねバサッと切って、それを返さなくていい日本人の奨学金に当てるっていうのは普通のことだと思うんですけどね。なんかその辺のねところがね、なんか外国人の権利だとかね、わけわからないことをね振りかざす人がいっぱいいますけれども、大体そういう人がねポリコレポリコレって言ってね、同じ人たちです騒ぐのはね。まあ本当にね、まあこういう問題ね難しいと思うんですよ。まあ、俺みたいな考え方の人もいるし、真逆でね、違法のね、不法に違法に滞在している外国人でも、生活の面倒を見てあげなあかんとかいうね、まあ俺からしたら頭のおかしい考え方ですけども、まあそういう主張する人もいるわけですけども、まあ白か黒かっていうのはなかなかね、決めれない部分もあると思いますけども、せめてグレーのね、なんて言ったらいいんでしょうね、日本国民がしっかり、納得できるような内容で、ポリコレをねきちんと、動かし、きちんとね、ポリコレというところにね向き合っていかないといけないなと、思います。あとはね、まあポリコレという名を借りてね、今マスコミとかねよく言葉狩りをしてますよね。言葉狩り、誰それが何と言ったとかね、大騒ぎしてね、その人のね破滅をさせようとしてね、消してしまおうとしてね、社会的抹殺をしようとしてね攻撃をしたりとかするのが目に余りますんでね、まあ、人間誰しも言い間違いすることもあれば、表現がまずかったこともあるでしょうし、まあ、それをねすいませんっていう人にね追い打ちかける必要もないと思いますしね、こういう言葉を使ったらね悪だとかみたいなね勝手な判断でね、
そんな言葉狩りしたりとかするのもね、非常に嘆かわしいことだと思います。まあ、ちょっと今日はね、難しい話になりましたけども、特にポリコレポリコレっていう人は要注意です。だいたい筋が通ってない人が多いですね。だいたい机上の空論を振りかざす人間が多いですね。で、だいたい物事を片面からしか見れない、偏った人が多いですよね。まあ、そういったね、偏った人、ちょっと頭のずれた人を見分けるにも、ポリコレポリコレとか言ってるかどうかっていうのはね、いい見分け方にはなるとは思うんですけどね。ちょっと皆さんもそのあたりね、ちょっと、一回、真剣に考えてもらった方がいいんじゃないかなと思います。テレビとかね、新聞のね、嘘のニュースにね、引っ張られてね、ポリコレ、まあ、いわゆるポリコレっていうのにね、乗っかってね、日本人を苦しめたり、日本の国を貶めたりとか、そういうことをすることないようにね、自分の頭で普通に考えたらわかると思います。絶対おかしな話は違和感が出るんですよ。まあ、世の中難しいですから、白黒つけないつけれないかもしれないですが、まあ、答えはグレーの中にあるのかもしれませんが、自分の頭でしっかり考えてね、日々の生活送ってもらいたいなと思います。今日は長尺ですが、めちゃくちゃ喋ってしまいましたが、たまにはこういう動画もいいんではないでしょうか。はい、ということで今日はポリコレについてお話をしました。それではまた、バイバイ。